皆さんこんにちは、シャルムです、いよいよ明日12月16日土曜日、お昼2時から4時まで誕生日のライブ配信をさせていただきます。明日12月16日私の50歳の誕生日です。なのでね、ライブ配信、誕生日ライブっていうことで、ライブ配信させていただきますので、よろしくお願いします。はい、それでね、今日はだから40代最後の日なんですよね。というわけで40代最後の日を振り返ってみたいと思います。はい、まずはね、これノンアルコールビールです。ノンアルコールを買ってきました。今日はノンアルコールで乾杯しましょう。はい、じゃあ行きますよ。乾杯。というわけで明日ライブ配信なんですけれども、私ね、ちょっと風邪気味でね、咳がすごい出るんですよ。さっきね、スーパーに買い物に行ったんですけれども、スーパーの中でも咳込んだりとかしたんでね、ライブ配信大丈夫かなと思ってるんですけれども、一応昨日ね、咳止めの薬を薬局で買ったんですけれどもね、はっきり言ってあんまり効果ないです。今日の夜中もね、咳込んでね、目が覚める、咳が出て目が覚めるっていう、そういうことがありました。だからね、ライブ配信の時、咳が出るかもしれませんけれどね、お見苦しい点ありましたら申し訳ありません。今からお詫びしておきます。はい、それで今日40代最後の日なんですけれどね、半世紀生きてきたっていうことですよね。自分の半世紀振り返ってみるとね、私、ご存知の方多いと思いますけれども、50歳なんですけど、一回も結婚せず、一回も身ごもったこともない人間なんですよ。行かずごけでございます。本当結婚ね、私ね、うちの親がね、そんな結婚は焦らせない人だったんですよ、二人とも。で、うちの母はね、もう結婚なんかしなくていいよって、子供なんか産まなくていいよっていうのをずっと言い続けてきたんですよね。私ね、母はね、別に結婚して子供産んでね、っていう家庭を築くよりもね、自分のそばにいてくれた方がいいっていう、そういう考えだったんですよ、うちの母は。ねえ、お嫁に行かない娘がいるって幸せだわってうちの母は言ってるんですよ。だからね、母とは友達親子みたいな感じで、一緒に買い物に行ったりとかしてね、友達のように付き合ってますし、この間動画の中でもちょっと母と口喧嘩してるところをお見せしたんですけれども、喧嘩もするんですよ。口喧嘩するんですけれども、仲直りも早いですね。うちの母とは友達親子っていう感じです。で、うちの父はね、うちの父も結婚した方がいいんじゃないかなっていうふうには思ってたみたいなんですけれども、私もご存知の方多いと思いますけど、私、統合失調症をね、27歳の時に患いました。で、そういうのがあってね、うちの父もね、嫁にくれいう男がおったらくれてやるけど、もうこっちからは出せないからっていう風に言ってね、うちの父もね、私の結婚を諦めてましたね。でもうちの父は多分一回も結婚しない。ね、ウェディングドレス姿になったことがない。そういう私を見てね、ちょっと哀れだなっていう風には思ってるみたいですね。でも結婚ね、これはないものねだりですかね。やっぱり、結婚した人から見ればね、私のようにね、独り身でね、自由でいられる人が羨ましいっていうふうにはよく言われるんですよ。確かにそれはあるかもしれません。自由です。自分のことだけ考えてればいいんですけれどね。いや、でもね、やっぱりね、一回も結婚せず子供を産まなかった私からすればね、これでよかったのかなぁ。欲はないよなって思いますよ。人並みのことができなかったっていうのがありますからね。
まあね、結婚、結婚、まあ、ね、ないものねだりですよね。ないものねだりなんですけれどね、結婚に対するほのかな憧れっていうのはありましたけどね。まあでもそういうね、もう私病気を患ってしまったりとかして、もう出会いもないし、もうその病気が一番ひどかった時って、もう一人で外出できないくらい具合が悪かったんですよ。そんな状態で結婚して子供なんか産めるわけないじゃないですか。そういうのがあってね、まあ私自身も諦めた、結婚諦めた、子供を産むのを諦めたっていうのがあるんですけれどね。まあでもね、私の知ってる人でね、もう50近くになってから、50前後ぐらいで結婚したっていう人、2名いらっしゃいますね、私の知ってる人、お友達で。で、そういう話を聞くとね、ああ、年取ってから結婚できる可能性もあるのかなーなんていうふうに思ったりはしました。でもね、まあね、彼氏はね、どうしても欲しいっていうわけじゃないんですよ、私別に。今付き合ってる人もいませんし、気になる男性もいません。で、ね、芸能人とか、ああいうね、推しもいませんからね、私。異性に興味を持つっていうことがないですね。あ、でもね、この前、いつだ ?10 月か。10月にね、歌舞伎町のホストクラブ行ったんですけれどもね、その時は良かったですよ。もう6人のイケメンが、1000円ポッキーね、初回が1000円なんですけれども、1000円払うだけで6人のイケメンがね、私に愛をくれましたから、ほんとね、ホストクラブ楽しかった、ホストクラブ。すごい楽しかった、行って良かったです。まあね、そういうね、ときめき、ね、まあ、ホストクラブね、そんな何万円もね、お金出せませんけどね。だから、まあ、私もね、1000円だから行ったっていうのがありますけれどね。まあ、1万、2万、3万ぐらいまでならね、まあ、たまになら払えるかもしれませんけれどね。まあ、ホストクラブもね、今売りかける問題とかいろいろありますけれどね。ホストクラブ行ってね、いい思いさせてもらいましたよ。ね、6人のイケメンに愛をもらいました。はい。で、まあね、現実問題、今、男性、そんなね、彼氏別にいなくてもね、彼氏より私ね、友達をね、たくさん作りたいっていうのがあるんですよ。で、私、47歳から YouTube させていただいてるんですけれども、今度、来年の4月で丸3年になるんですよ、YouTube 始めて。で、その間にね、オフ会を3回やらせていただきましたね。私の地元の広島県と、神戸、東京と、オフ会させていただきました。私をね、囲む会に参加していただいてありがとうございます。ありがたいことにね、動画じゃない、オフ会に参加したいっていう方もね、増えてきてね、私に会いたいっていうふうに言ってくださって、本当嬉しいです。で、オフ会を通じてお友達になった人がいっぱいいるんでね、なのでね、私ね、いい友達がいたら別にね、彼氏とか旦那さんとか子供とかいなくてもね、幸せに暮らせるなっていうふうに思いましたね。今私、友達が財産ですね。ほんとね、いい体たちばかりでね、まあね、私、現実の世界では友達はできなかったんですよ。なんかね、やっぱり性格的に、そういう統合失調症でね、メンタルやられてるっていうのもあって、なかなかね、現実の世界のお友達っていうのはできなかったんですけれども、でも YouTube やってね、YouTube を通して、たくさんお友達ができました。
で、その YouTube ね、オフ会通じて友達になった人たちっていうのは、みんな私のことがね、大好きっていうふうに言ってくださるんですよ。大好き、友達になりたいっていう。そういうふうにね、求められて、友達になるっていうの、すごくいいですよね。うん。今までね、友達になりたいなって思ってもね、なかなか自分の方から心が開けなかったり、あと、ね、向こうとも、そういうふうにね、友達になりたいなっていうふうに思ってもね、なかなかね、うまくいかなかったっていうのがありますけれども、まあ、YouTube やってね、お友達ができる、こんな嬉しいことありません。で、まあ、YouTube なんですけれどもね、今年とか来年いっぱいまでは、オフ会は開かない予定なんですけれども、はい。で、またね、オフ会やらせていただきたい。来年、再来年ぐらいにはね、オフ会させていただきたいなっていうふうには思っております。はい、飲み終わりました。ノンアルコールビールですよ。はい、じゃあ最後にね、もう一回宣伝させてください。明日12月16日土曜日、お昼2時から4時まで、私の誕生日のライブ配信をお送りしますので、お時間あります方はぜひぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、というわけで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日ライブ配信でお会いしましょう。シャルムでした。